幸せの村にお越しの皆様、こんにちは。本日はここ芝生広場におきまして、幸せの村馬事公園公益社団法人神戸乗馬クラブ創立100周年を記念しまして、神戸乗馬クラブ指導員によります馬術ショーを開催いたします。ただいま馬の準備運動をしております。この後1時より稼働流ショーを開始いたします。ここで本日演技します人馬を紹介します。先頭が橿原指導員騎乗のチャーリー、7歳のサラブレッドです。2番、豊島指導員騎乗のジャハーン、14歳のサラブレッド。3番、森本指導員騎乗のレオーネ、16歳のサラブレッド。4番、松尾指導員騎乗のジャパンカラー、18歳のサラブレッド。5番、立花指導員騎乗のアンデリコ、11歳のサラブレッド。6番、原指導員騎乗のフルール、8歳のサラブレッドです。以上6頭で演技いたします。幸せの村馬事公園公益社団法人神戸乗馬クラブ、今回は創立100周年を記念いたしまして、稼働流ショーを行いたします。
現場の息があったアドリブ演技でした。豊島指導員とジャハーン、森本指導員とレオネ、松尾指導員とジャパンカラー、立花指導員とアンデリコ、原指導員とブルー、以上のメンバーで演技をいたしました。ありがとうございます。以上で幸せの村バジ公演公益社団法人神戸乗馬クラブ創立100周年記念カドリール賞を終了いたします。